というわけで、ちょっとサムネイルのこういうの撮ってるんで、ポンポン、イエイ。そういうわけで、ほうか、ね、こういうところ、なんかさっき撮ってたのは、あ、この話を撮ってたよ、ね、見るからにそびえ立つですね、こういうこと、さっきまでここあれな、こういうですからね、結構これが京都ですね。結構栗の子の木の前にいろいろとね、まあちょっと気まあここもなの海岸で家電なんいろいろと、え、うん、まあよ、まあこういう大通りもありますからね、そういうことでした。こういうことでした。要はね、皆さん、もう芸能人のイベント、もう参加しなくていいで、あんなうるさい場所、行く必要はない、もう断る、そういうこと、バン、あんな、要は俺がスパイ活動してたんで、ストーカー規制を。組織犯罪者、共謀罪みたいな導入したい、無理、あいつは公務員、つまり日本政府公認のテロリストやから、そう、逮捕も起訴もされない、そういうことや、これでみんな文句言えなかった、通訳も文句言えなかった、そういうこと、お前ら恩時期を爆撃するぞ、本当に招きをなる新宿の5円も爆撃するぞ、本当に分かってるな、西田敏行ら、お前ら対テロ戦するからな、お前らのテロ行為で、え、何万、いや死んだんやぞ、お前らのせいで、お前らが自民党テロリスト復活させ承認なんしてる、知ってる、覚悟してもらうぞ、対テロ戦争、果たしてどういうことした、まあ下見に来ただけで、ね、なこういうことさ、まあこういう道もありますからね、こういう道も、そういうことでさ、まあここからでも行けるよ、まあこうちょうどいいですね、ご覧の通り、あのバスを追いかけてくれた京都府では失礼します。